何が何でも長編小説が書きたい、ダイジェスター発売中、鈴木喜一郎作家日記。今日のテーマは、プロットの主語が複数になっていないか。えー、今日は、今日は超初級シリーズだな。えー あの、プロットを書いたとき、皆さん、プロットというのは、まあ、あらすじだなあ。あと、長編を書く前に書く場合もあるし、書き上げてからまとめる場合もあるけれども、その時に、その、ま、あらすじ、プロットを書くと思います。で、その時のチェック項目、大体いい原稿用紙、400枚ぐらいの原稿用紙2枚から3枚。 まあ、多くても5枚ぐらいまでにまとめるものだけど、それをチェックするときに、その、センテンスの、その文章の主語違ってないかどうかっていうことをチェックしましょう。つまり、A さんが何々した、B さんが何々した、C さんが何々したっていうふうになっていないだろうかっていうことをちょっとチェックしましょう。 うんと、これね、そんなもん当たり目そんなもんさ、違うの当たり目じゃねえかっていう人は結構いると思うんだけれど、すごく大事なことなんだが、これがさ、小説の本文だったら、それぞれ何人もの人が出て、いろんな行動をするから、主語、センテンスの文章の主語が違うのは当たり前なんだけど、 プロットだぜ。あらすじなんだから。ええー。あのさ、この段階で、その、あらすじの段階で、その、誰が、主語、主語がいくつもあるってことは、つまり、誰が何をする話なのかっていうことが、 これ、著者が把握してないことの、っていう、っていうよりもね、こういうふうに誰が何をする話かあらすじの段階で誰が何をする話なのかっていうことがごちゃごちゃしてる段階していたら、本文はまあ玉砕してます。その、つまり、メインになる人物がわからず、 そのメインが何をするのかということがわからない。誰がわからないか、読者がわからないんじゃない。著者がわかってないんだよ <coughs>。なぜプロットのストーリー、プロットの主語がなぜ何人にもなるかというと、まあ、いくつかの理由がある。その1、ストーリーを、著者がストーリーを考えていない。その2、 著者がテーマのを考えていない。その3、著者が登場人物について何を考えて、何も考えてない。根本的にメインになる人物が誰で何をする話なのかということを著者が考えていない。で、こういう話を著者にその確認をしてみると、いや、これ書きながら考えました。そのあの、っていうふうに。 いう人いるんだけれど、すごく重要な話です。重要なポイントなんですが、えー、著者がどの人物を通じて物語を伝えようとしているのか、著者自身が考えていなければ、読者には何にも伝わらないということです。 小説を執筆する上での鉄則と思ってください、えー。著者が考えていないことは読者には伝わらない、えー。小説の技法というのは、著者が考えたことを、著者の頭の中身を読者の頭の中に再現する方法であって、著者の頭が空っぽい 一方だったらそれは何も伝わらないということです。何も考えていなければそれは伝わらない。で、僕はよくその小説講座でも言うし、自分の小説,小説講座でも言うし、このポッドキャストでも、えー、ちょいちょい言うことがありますが、 何が書いてあるのかわからない作品っていうことをよく言います。えー、この何が書いてあるかわからない作品というのはどういうものかというと、テーマがわからないとか、ストーリーがわからない。テーマというのは、著者が何を伝えたいのかっていうことがわからなかったり、えー、ストーリーがわからない。つまり、誰が、 何をするしようとしている話なのかがわからない。ええー、そして主人公がわからない。つまり、つまりこれメインになる人って誰これが何千枚もある。それこそ、あの、銀河英雄伝説のように、その、お長い物語で、だったら、 登場人物、メインになる登場人物を何人にも出すうースペースはあるただただし僕の話をし,がし僕が話をしているのは小説の新人賞に応募するときの原稿の話をしているのでそうすると大体500枚前後だ長くてもその程度の長さに 主人公は何人も出したら、それはもう枚数が足らなくなるので、だから誰が何をする話かっていうことを、を押さえておくということが必要です。ね、まあ,あ、そうね。まあその他に、本当に、の、他のものが、まあ、 ありきたりなものでもディテールを徹底的にきっちり作っておくと面白い作品になるということはあるので。だから、テーマやストーリーや主人公が、まあとりあえずあんまし微妙でも、まあディテールがきちんとしてるよっていうふうだったら、まあ予選ぐらいは撮るときはあるけれど、でもまあそれであとはそうだな、この作、あの素材、 自分が伝えたいよっていうさ、著者の情熱がこちらに伝わるようだったら、まあ違う評価も出るかもしれないけれど、ほとんどの場合、このテーマがわからない、ストーリーがわからない、主人公がわからない、これさ、ええ、複合しておく、あのー、発生することが結構あります。で、今日は話ししたのは、その中の、 主人公がわからないっていう。まあ、それはどういうことなのかというと、あなたが書いたプロと、ちょっと、自分が書いたプロットをチェックしてごらん。で、その、全体を見るんじゃなくて、センテンスわかるなわかるねセンテンスね。こういうことがあるから、国語の文法をちゃんとやっとけって言うんだけど、まあ、そのセンテンス、 の、主語。主語わかるね主語わかるないいねその、主語が何人もになっていないか。複数いないか。一人でいいよ。あらすじなんだから。ね。っいうことを、ちょっと改めてチェックしましょう。それが、とりあえず、まず、その、 とりあえずあなたの作品あなたの書いた作品の全体を俯瞰する、うん、一つの方法になるだろうと思いますということはほとんどの場合できてねいんだよこの番組へのお便りご質問を募集していますマシュマロという特命ボックスを用意しました 概要欄からアクセスしてください鈴木喜一郎小説講座では随時受講生を募集していますリモート対応で世界中どこにいても受講できます江戸川乱歩賞や横溝聖師賞オール読み物新人賞など圧倒的プロデビュー実績を誇っています受講申し込みは概要欄からアクセスしてくださいこの番組は YouTube をキーステーションにサウンドクラウド アップルポッドキャストグーグルポッドキャストスポーティファイなどのポッドキャストプラットフォームでも配信しています。というところで今日の鈴木喜一郎作家に聞きそんなところでではではでは。